クラッパーは竹のボディにスリットが入っており、そこにこのバチというか木の玉がですね当たって音が鳴るんですけれども、振ることでこういう音が鳴ります。反対側はまた違う音階になってますので、一つで二つの音が楽しめるという感じですね。両方まとめて振っても面白い音がします。さらに個体によって音色が違いますので、2つ組み合わせて使ったりするのも面白いと思います。